ウィリアム・ホガースの残酷の4段階の第1プレートでは、学童たちが取り投げをする様子が描かれているが、他の者が棒を投げようとしている時に、的となるオンドが逃げ出さないように構える行為は、危険であるとされていた。取り投げは18世紀後半までのイングランドで広く、行われていた、ブラッドスポーツである。この遊びは、柱に縛り付けたオンドに向かって、 国ステールと呼ばれる重い棒を順番に投げつけ、オンドリが死んだところで、ゲーム終了となる。鳥投げは、伝統的にパンケーキデート深く結びついたものとされており、1737年のザ・ジェントルマンズ・マガジンに寄せられた記事では、イギリスの文化においてハンガリア主義の風潮が起こっており、オンドリはフランスを象徴する存在であることから、鳥投げはフランスに対する昔からの憎しみに、 起因するのではないかとされている鳥投げは、どの階級においても、娯楽として親しまれており、特に、子供たちの間で遊ばれていたが、統計ほど、一般的ではなかった。トマスモアは、幼少時には鳥に向かってうまく、棒を投げられると10回していた。もし、オンドリの足が折れてしまったり、遊んでいるうちに弱ってしまった場合は、オンドリが動かないようにするために、陶器の壺の中に入れた。 鳥投げから派生した遊びとして、オンの代わりにガチョウを使ったものというものや、オンを地面に掘った穴に入れて、目隠しをしたものが、順番に叩く鳥叩きなどがある。また、サセックスでは、1.2から1.5メートルほど、長さの紐につながれたオンに犬を消しかけさせる牛背目に似た遊びが存在していた。1820年代に描かれた風刺画。この絵では、 初代ウェリントン公、アーサー・ウェルズリーが、鳥投げの的として描かれているブリストルのピューリタンの役人たちにより、パンケーキでに、鶏や犬や猫を投げる遊びを禁ずる法律が1660年に制定された際、徒弟たちによる反乱が発生した。その後、イングランドでは、価値観の変遷や動物福祉の意識向上などにより、鳥投げの人気は、次第に弱まっていった。 ウィリアム・ホガースが1751年に出版した版画集残酷の4段階において動物虐待が将来の犯罪の兆候であることを示すために鶏投げは第一プレートに描かれていた。随筆家のネイサンド・ドレイクはこの版画によって鶏投げに対する世間の意識が変わり行政による規制を強化する効果があったと1817年に出版された辞書。 シェイクスピアヒズ・タイムズの中で述べている。また、英国協会の進学、政治経済学者であるジョサイアタッカーは1753年に発表した、アーネストフェクシャネット、アドレスツーザーコモンピープルオブイングランドコンサーニング c アーユージュアルレクリーシャンズオンシュローブチューズデーの中で、取り投げを最も残酷で野蛮な娯楽として批判し、 かわいそうな罪のない生き物に対して延々と行われる虐待行為としての取り投げとその苦痛に注目した。18世紀の半ばから上流階級においても取り投げの人気は衰えていき、世論の高まりを受けて取り投げに対する罰金刑が制定されたほか、多くの地域でも取り投げを禁止する法律が制定され、治安判事がこの問題に対して厳しい判断を下した。 1840年までの間に、鶏投げの事例はあったものの、19世紀初頭の時点では、鳥投げという伝統があったことは、完全に忘れ去られていた。ありがとうございます。